竹行美橋竹行美橋は埼玉県秩父市中村町と道寺尾の間で荒川に架かる秩父市道幹線1号の橋である。部の花橋とも称する。すぐ上流側に埼玉県道208号の橋である秩父公園橋が架かる。元橋は川口から1 2 2 9トルの位置に架かる。 橋町107.12メートル、総福に4.0メートル、有効福院3.5メートルのロック景観の RC 桁橋である。橋の高さは水面から7メートルである。橋の管理者は秩父市である。上流側に同時期に架けられた桜橋によく似た外見を持ち、欄干はコンクリート製である。通行制限があり。 重量制限が標識で2.0トンとなっているのも桜橋と同様である。福音が狭いので橋は交互通行だが橋の中央部に行き違いのため福音がやや広くなっている箇所が設けられている。橋脚は川床固定下に伴い橋脚フーチングが露出している。小田牧川の上寺尾地区と秩父川の中村地区の生活道路となっている橋で取付道路は 橋シガ級の地形に沿って逆、U の事情に屈曲した線形及び、縦断勾配を有している。橋を通る路線バスやコミュニティバスなどの公共交通機関は、設定されていない。平賀源内肖像橋が架けられる以前は、竹の花の渡しと呼ばれた船一層を有する施設の、土線場が橋のやや上流側に存在していた。いつから存在していたかは定かではないが、安永年間には、 平賀県内が鉄や木炭の運搬に利用した貸しが土線場に併設されていたことから、この頃までに存在していたと考えられ、大宮里から上州や越後方面へと至る交通の要衝であった。土船場は開設当初は寺尾足での管理であったが、後に大宮里と共同で管理運営を行うようになった。土船量は1846年の記録によると、 周辺の村から都市に一世帯につき麦一生を納めたと記されている。冬場の減水期には長さ十五軒、幅三尺の土橋の仮橋が架けられていた。仮設の際は、秩父夜祭りの前である十一月二十五日に祭り前の橋掛けと称して仮橋の仮設が行われ、橋掛けのお日町ちと呼ばれる儀式も行われた。 仮橋の撤去は、おひなさまは橋を渡らないとされたことから節句前に行われ、その際に、橋外しのお日待ちと呼ばれる儀式が行われた。また、夏場はこの都線上付近で秩父川瀬祭りの神事も行われた。この都線上は竹行美橋の開通により廃止された。現在、右岸側に、都線上への道が存在している。竹行美橋は、秩父市が、 事業主体となり、総事業費824万5千円を投じて1952年10月着工された。橋種の選定にあたっては簡素な構造ながら、秩父の景観にも配慮されたものとなった。希望の橋と待望された橋は1953年3月に、竣工され、両岸に取り付け道路が整備された。なお、 取付道路は1953年の秩父市の失業対策事業の一環として施行されたものである。都線から橋に変わった現在も秩父川瀬祭りの御輿洗いの儀式はこの付近で行われ、祭事の際は元橋は歩行者のみが通行でき、車両は通行止めとなる。元橋は秩父市の橋梁長寿命計画に基づき補強が行われ。 2016年に工事が実施され、翌年3月に完了している。1993年橋の真上を交差するように、秩父公園橋が架けられ、それに伴い交通量は大幅に減少したが、地元住民の愛着がある限りこの橋は存続される、方針である。コンクリートの劣化や鉄筋の腐食など橋が老朽化しているため、橋の両爪に標識や 幅2.3メートルの車止めが設置され、2017年10月1日より、重量制限が実施された。重量制限は6.0トンから2.0トンに引き下げられ、それ以上の車両の通行は禁止される。秩父公園橋より望む荒川と竹行美橋竹行、美橋付近の荒川は、部の花の荒川と呼ばれ、そばの河原で秩父川瀬祭りの 三越洗いの神事が行われる場所である。その神事の際は、元橋のほか市街地の一部の道路に交通規制が敷かれ、車両の通行が規制される。周辺は、貸し段域で両岸に断球が崖が見られる。ありがとうございます。